防衛省は来年度予算の概算要求に関して5兆4000億円余りを計上することが分かりました。9年連続の増加で規模は過去最大となる見通しです。概算要求では電磁波で敵の攻撃を防御する電子戦専門部隊の司令部を東京の朝霞駐屯地に置くための費用や沖縄本島に電子戦部隊を置く調査費用、さらには F2 戦闘機の後継にあたる次期戦闘機のエンジン開発費用なども含まれています。イージス・アショアの大胆案については陸上には配備せずミサイル防衛に特化した護衛艦を建造する案や海上にイージス・アショアの施設を設置する案などを検討しているため金額を示さず予算をつける事項要求としています。